1939年、それは何の前触れもなく我々人類の前に現れた。我々はそれをネウロイと名付けた。ネウロイがどこから何のために来たのか誰にもわからなかったが、彼らの攻撃によって人々が生まれ育った町を、国を追われていったことは事実であった。人類は対ネウロイ用に新兵器を開発し、徹底抗戦に打って出た。ストライカーユニット、それはネウロイに唯一対抗できる魔法力を増大させ、その力による飛行を可能にした新たな魔法の兵器である。それを装着し戦うため、魔法使いウィッチが世界各国から集められた。対ネウロイ用に編成された精鋭部隊、連合軍第501統合戦闘航空団、人は彼女らをストライクウィッチーズと呼んだ。